皆さんこんにちは。第5回 WBC にキューバ代表として出場していた中日のチャリエル・ロドリゲス投手が亡命したと報じられました。29日に中部国際空港着の航空機で再来日する予定でしたが、搭乗していませんでした。加藤球団代表は、球団としては予定の便で彼は来日しなかったということ。29日の昼の便から中部国際空港に着く、それに乗っていなかったということ。現在本人に連絡を取ったりキューバ野球連盟に確認していますが、正確な情報は何もないです。本人とは全く連絡が取れない状況、今言えることはそれだけです、と説明しました。ロドリゲスとの交渉窓口でもあるキューバ野球連盟とも連絡を取っていますが、所在を確認できていない状況です。本人サイドと球団側が最後に連絡を取れたのは約1週間前。加藤球団代表は来日の予定を決めるときに連絡をしていて、29日の便でというところまでやっているので、1週間くらい前 WBC が終わってから、その時は連絡が取れたのですが、と振り返りました。今後の対応については彼の所在を確かめて聞けるところは聞くわけですが、それがどこまでできるか現段階では何とも言えない。今は何とか本人と連絡を取ろうとしている状態。今の段階で今後のことについて言えることはないです。本人がどういう状況にあるか、正確な情報を収集することが最優先。明日来日したとしても開幕戦には間に合わない。今日が開幕戦の最終登録ですかね。だからそこには入れられないですよね、今の状況だと。それだけははっきりしています、と話しました。立浪監督はバンテリンドームでの全体練習後に報道陣に対応しました。いてくれないと困る人が現状いない、勝っているゲームをひっくり返されるのが一番厳しい、と厳しい表情でした。清水マルティネスとの3人による勝利の方程式が組めないことを苦慮しました。開幕カードからマルティネス、ビシエドに新外国野手3人を加えた投手1野手4人の一軍5人登録で臨むことになりました。ロドリゲスは WBC で2試合に先発し、計7回3分の1を投げて防御率 2.45、 ベスト4進出に貢献し、準決勝で敗れた後にキューバに帰国していました。28日には全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ氏がツイッターで、彼は今朝ドミニカ共和国に到着した、中日との契約を破棄しており、将来的には MLB 球団との契約を望んでいる、と伝えていました。ベースカウトによれば先発3、5番手のローテーション投手としての期待があり、5年総額5000万ドル規模の契約が見込まれるといいます。中日では昨季開幕直後にリリーフ起用に転向し、最速161キロの直球に変化球を交える投球スタイルでセットアッパーに定着しました。56試合に登板し54回3分の2を投げ、6勝2敗39ホールド60奪三振防御率 1.15、 初タイトルとなる最優秀中継ぎにも輝きました。清水守護神マルティネスと球界屈指の勝利の方程式を構築していただけに、亡命となれば最下位からの反攻を睨む中日にとっては大きな戦力ダウンになってしまいます。ロドリゲスは昨オフにキューバ政府を通じて年俸2億円の複数年契約を締結しました。2月にキューバ代表として沖縄入りした際に契約し、3月7日には NPB で支配下登録も公示されています。仮に亡命となれば中日が制限選手として NPB に公示し、メジャーや NPB 他球団への移籍を制限させる可能性もあります。2020年1月にソフトバンクと契約していたキューバ人にオスカー・コラス外野手が亡命した際には、ソフトバンクが制限選手を公示しています。キューバメディア JIT はキューバ野球連盟がロドリゲスに違約金1000万ドルを請求すると声明を発表したと伝えました。 JIT は FCB からの情報として、ドラゴンズと選手および選手代理人である当連盟との間で結んだ2023-24 年までの契約に対する重大な違反にあたると声明を出したと報道しました。今回の決定はジャリエルが日本のようなハイレベルなリーグで成長し、キューバ代表を支えるために行った努力と反すると考える
と批判しました。放棄した場合、FCB は損害賠償として1000万ドルを要求するとしています。また今回、キューバ代表からはもう一人、ブルペン捕手を務めていたイバン・プリエト・ゴンザレスが、準決勝で米国に敗れた後にチームを離れ亡命しています。キューバ代表が WBC 参戦中に亡命したのは、これが初めてとなります。一部報道によると、試合が終わった後の19日夜に、宿泊先のホテルから姿を消したといいます。プリエトはキューバリーグで7年プレーし、キューバのリーグ優勝決定シリーズにも出場しました。通算257試合に出場し、打率2割9分1厘、13本塁打、102打点をマークしていますが、今大会では選手として登録されていませんでした。チームの帰国便に搭乗せず、マイアミに残っていると見られており、今後は MLB 球団との契約を模索する可能性があります。ロドリゲスの亡命報道を受けて球界が騒然となっている中、ツイッター上を中心に、同じくキューバ代表として WBC に出場していたソフトバンクのリバン・モイネロ投手の動向を心配する声も上がっていました。ソフトバンクの球団フロントは、大丈夫です、彼は優等生ですからとコメントしました。関係者の話を総合すると、すでに成田空港に到着済みとのことで、29日中に福岡入りする予定で、30日以降に首脳陣と今後の日程について話し合っていくことになるといいます。亡命を選択する選手ばかりではありません。モイネロのようにメジャーの夢を持ちながらも日本でのプレーを続ける選手もいます。キューバ選手事情を知る球界関係者は、それこそモイネロだって今までも何度も打診されてきたでしょう、それでも選択してこなかった、家族への思いだったり日本の環境を気に入っていることだったりと、当然性格や価値観の違いもありますからねと話しました。野球大国復活を印象付けた快進撃は惜しくも4強で途絶えました。2006年の第1回大会以来となる WBC での4強入りを果たしたキューバ、ここ20年近くは国内の有望選手がメジャー移籍を狙って相次いで亡命しました。代表の競争力も低下の一途をたどっていましたが、今大会はアメリカ合衆国政府の許可が下り、亡命していたメジャーリーガーの参加が容認され、かつてのような迫力のある野球を披露しました。最終戦はアメリカに総合力の差を見せつけられる形となりました。それでも選手たちはポジティブな言葉を口にしています。今大会で4試合に登板し、4回3分の1を投げて被安打2、無失点、5奪三振と中継ぎエースとして活躍したモイネロは、決勝で日本に会うために勝たないとと意気込んだ試合前の会見で、キューバ人にとっての世界大会の意義を語っていました。僕らキューバの選手たちにとってメジャーリーグでプレーすることはやっぱり夢なんだ、だから準決勝で負けようが、この大会をきっかけに僕らがその機会を得るための門戸が開かれることを願っているよ、政治的な問題が解決されればなんだけど、ドミニカンやプエルトリカンのように制約なくプレーができるようになればと思う。国交断絶による対立、そして緩和の歴史を繰り返してきたアメリカとキューバ、そうした政治的な背景がある中で、後者の野球人としてモイネロがメジャーリーグにも小さくない憧れを抱いてきたのは想像に難くありません。果たして今回のマイアミでの決戦を機に、キューバ人選手たちがアメリカでも活躍できるようになるのでしょうか。お金のためにっていうのは嘘だ、僕らにとってはメジャーリーグは夢なんだ、というモイネロの切なる願いは届くでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。